アニエル・ガイバーはアメリカ合衆国の画家である。ペンシルベニア州のニューホープ地域に集まって活動したアメリカの印象派の画家の一人である。ペンシルベニア美術アカデミーで40年以上にわたって教師を務めた。インディアナ州のノースマンチェスターで生まれた。シ,ンシナティ美術学校で学んだ後、1899年から1905年までペンシルベニア美術アカデミーで学んだ。 美術学校で美術学生のメアリー・フランクリンと知り合い結婚した。この時代の多くのアメリカ人芸術家と同じように、アメリカの美術学校を卒業後、夫妻はヨーロッパに留学し、1907年に帰国した。風景画家、ウィリアム・ラングソン・レースロップに勧められて、レースロップの住むニューホープに近い。 フィラデルフィアから5 0トルばかり離れたバックス軍のクッタロッサに住むことになりニューホープの芸術家コロニーの一員となったニューホープの芸術家グループにはデイブ・レディミア、ロバート・スペンサーらがいたアメリカの印象派の画家のスタイルとして作品の古外製作を行い風景画などを描いた1915年のサンフランシスコ万国博覧会に出展して 金賞を得るなど、多くの展覧会で賞を得た。1913年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの会員に選ばれた。1958年で、スタジオではしごから落ちた事故が元で死亡した。作品は、スミソニアン・アメリカ美術館、シカゴ美術館、フィラデルフィア美術館などに収蔵されている。ありがとうございます。